たまこちゃんお願いします。前のハイネームさん具合が悪いのに668だから具合が悪いってだから調子よかったらすごいやつ、ね、700とか386。おたまこちゃん増えたじゃん体重若干。そうなんですよ。あお家も増えてますよ若干。もう380代をキープしてますね。いいね。で食べるの食べる量も、うん、まず AD が5ぐらい、でウエット12ぐらいです。12から13。あとは何だろう、ワームワームが2匹ぐらい。他は柿量とか果物たまに 2g とか。あ、柿食べます。食べます。リンゴも食べます。リンゴも食べる。 2g ぐらいね。はい。あ、いいね。柿とか食べるといいよね。食べ過ぎちゃダメだけどはい。で、うんちの回数はどれぐらい出ます。うんちの尻尾は1から2回ですけど、毎日だいたいコンスタントに出るようになったんで。なるほど。じゃあ、出ない日はないわけね。多分1回ありましたけど、ちょっとあったけど。なるほど。だって前はもう週に5回ぐらいだったもんね、はい、出ない日が週2ぐらいあったから。2回出る日もあるんで、うん、まあだいぶ調子いいかなって。そう、果物いいですよ。 1、2g、 リンゴも柿も、うん、あんまり甘くなければあんまり甘いのを毎日食べちゃうと、あのちょっと糖尿になっちゃう子もいるんでね。で、元気は34日ぐらい、寝てばっかりですね。寝てる時間が多いと。うん、でも体重がちょっと増えたのが、うんちが排泄物が毎日出るようになったのは進歩ですよね。そうですね、かなり。多分もっと上げれば食べそうな気が。何を？あのドラウェットをいつも完食してるんで。あ、じゃあウェットはもっと増やしてくださいよ。いいですか、うん、体重これ以上増えちゃあれかなと。いや、そんなことない。400個していいですよ。じゃあもっとあげます、うん、もし食べるなら。で、硬いのは食べないわけ。食べないです、ね、一応硬いのは置いてます。はい、ずっと。あ、でも全然食べないわけね、硬いのあ、じゃあ、あのハリネズミフードだったら増やしてもらっていいですから。はい、あのもうちょっと増やしてください。だから、はい、12のことはだって元で言ったら多分 4g ぐらいじゃない。ドライで。そうですね、4-5g ですね。ハリネズミフード単独だったら 10g 前後食べていいからさ、他のもの何も食べてなければ、はい。じゃあね、ちょっと抗生照射療法やらさせてもらいますね。100の1分ですね。じゃあ違います、100の3分です。この子はい、はい、ちょっと当てて、うん、で、取っていいですか。おっ、刺した。手袋しないと。うん、違う違う、手袋してケースを変えないとさ、うん、ダメ、手袋できない、うん、まあいいですよ、手袋するわ、うん。で、もう一個のケースを、うん、まだするような気がするんだけどな。よいしょっと。痛いよ。はい、はい、よいしょ。だからもししちゃったら蓋はいらないですね。あ、蓋いらない。はい、だからこう洗浄したやつを当ててほしいんだけど、はい、出てこないでね片っぽの手袋した方がいいかもしれない、うん、いい、出てこないようにちょっとコントロールしてね。二人来たってことは今日でもいいでしょ。そうな、ちょっとちょっと早いけど、まあやってみましょうか。先始めだから。わかりました。食べないよこれ。家では寝てばっかなの。寝てばっかです結構活発に動いてるような気がするんだけど。あ、そうなんですか。かわいい。これは活発に動いてるというのはここから出たいという、多分自分の意志が強い子なのかな。入っときなさい。怖い。
ブリューシのセレメン口につけます、うんうん、嫌だよね。これは麺に当てないでお願いします。だからこうそっちの皮の手袋でコントロールしてちょっとどうぞどうぞ。まあちょっと早いけど、2週間分の薬はこの子出しておきますね。はい、まだ結構残ってますよね。薬です、ね、もうないです。あ、薬は、あ、あ、薬は2週間だとあれ3週間とかいただけます？いいですよ。マジのかかっちゃう2だと思います。あ、落とさないでね、いいけど大丈夫です。大丈夫じゃあそちらにこちらに移して、うんうん、もう終わった。はい、終了です。バイバーイじゃあ3週間ね、はい、ん3週間だと帰って年末にかかんないですか？今日4日だからもうないんだったら4で1、2、25、24ぐらいに25、あ、25、2ですか？25に来て2週間待ってるんですかね。はい、OK です。はい、じゃあ